今日は12月25日、僕はクリスチャンじゃないんですけども、なんかクリスマスの日、今日はですね、共産党の、大門みきしさんを、お呼びいたしました。これこちらの自民党のですね、西田昌司先生のご推薦もあったんですけど、実は若干言うとこうなんですね。どうもですね、視聴者およびこの MX 会社の一部から、お前さんはあのゲストで呼ぶとしたら自民党しかいないじゃないかと、そういう党派的変更はいかがなのか実は、ね、本当そうじゃなくてね、正しいことを言ってる人がいるとしたら、自民党の中にごく少数なんですけどね、自民党にしかいないもんだから、そうなっちゃったんですけど、実はこちらの先生がね、いやそうでもないんだ、確かに自民党はほんの少ししかいないけど、実は日本共産党っていうところにですね、もういるんだと。で、僕それで随分遅ればせにですね、大門さんのあれだ、あれご本を実はしっかり読んだのは、このこちらかな、その新自由主義についてのなんですけどね、他に属国日本経済版、それからルールある経済って何っていうですね、この本、新自由主義批判の本を読ませていただいて、細かいところは別にして言うとね、僕とも意見が同じで、それプラスですね、ご存知、共産党だからご存知でしょうね、あのこれも自民党の稲田朋美さん、参議院教えてもらったんですけども、尖閣問題をめぐって、ね、一番正しいこと言ってるのは日本共産党の赤旗ですと。結論はね、共産党はどうもその話し合い外交で行こうっていうところで、それで自民党の稲田さんはね、そういうことだけじゃ弱いんじゃないかっていう方針とかはずれるんですけどね、中国が非常に不当なことを言ってると、それに対して日本が堂々と対応してないっていうね、そういうふうの現状の批評解釈の面ではね、僕もその赤旗読ませてもらったんですよ。あとこの通りであると僕昔今はされる50年近く前ね、共産党除名半年で除名されたいや俺も共産党に50年間いたらよかったのかなって冗談ともかく、今日は大門さんをお呼びいたしましてですね、どんな話でもいいんですけども、主としてその経済のご本がね、多いんで、いわゆる小泉改革を頂点とするね、そのアメリカ流の、新自由主義なるもの、これがこの国の経済をかなり滅ぼしてますけどね、懸念はあるんだけど、その自由主義がおかしいんだってことを明確に認識する論は実はどこからも出てないんですね。だからこそ今のこう TPP のようなね、自由貿易論が出るっていうと、そういうことなんですけども、ちょっと今日100回目なんですよね。そうなんです、すっかり僕も今、ああそうだそうだ、はい、おめでとうございます。年末を飾るんですね、第100回目に日本の政党としては最も長い歴史を持って1922年でしたよね、日本共産党できたのは。僕それだけしっかり覚えてるんです。何年なんですか。最も長い歴史を持つ日本共産党の方をお呼びするという、まあそういう意味でも記念すべき日だと思います。この番組は高旬のエバーライフの提供でお送りします。大門先生は参議院になってから知ったんですけれども、ちょうどね、亡くなったあの中川秀一先生とですね、一度あの食事することあったんですよね。その時に西田君と、君参議院だろうと、まあ、共産党の大門さんって知ってるかいとか、知ってますよと、彼なかなかいい男なんだよという話でね、おっしゃってまして、それで実際に委員会とか の話を聞いてましてもね、僕も基本的におっしゃってること同じなんですね。というのも僕京都で府会議員を長くやってましたが、その時も実は一番意見があったのはですね、あの新自由主義的な政策に対して僕は反対でしたけれども、共産党と自民党の中の私たち一部の人間で、真ん中にいた民主党系の方々は皆賛成というね、おかしな行動だったんですよね。でそれが今ちょうど国会来ても同じようなことになってまして、自由は大事なんだけれども、本当はあのルールというものがですねあって、秩序があっての自由でないとダメだというのを一番感じているのが私たちであり、また
共産党の方かもしれませんよね。これはこの番組の前回に当たるのかな、あの経済産業省京大学におられますけど、うん、中野武君と若者を呼びして、はい、TPP ね、うん、トランスパシフィックパートナーシップの議論をして、つまり自由貿易が当事者の両国にですね、なんていうかメリットとなるという経済学の命題があるんだけど、それは条件があってね、それは生産要素が自由に移動できないという場合で、今のように自由にね、資本だ技術だ情報が移動できる場合には、いわゆる近隣窮乏化っていうんですけども、生産要素において今の中国が例ですけどね、非常に労働において非常に有利なね、15億の安い労働力という、それがある国は結果として近隣窮乏化、近隣諸国をね、非常に経済的な混乱なり苦境なりに追い込む可能性が強いんだということが、あの単に実証されているのみならずね、経済学においてそれは諸外国では論証もされているんですけどね、日本でだけそれがとんでもないってことで、でもそういう声っていうのは非常に少ないんですけどね、ちょっとその先生一言二言。まずあの100回記念にお招きいただいて私あの、党を憎んで人を憎まずと言いますか、もう自民党政治は未だあのぶっ叩こうと思ってるんですけども、ただあの個々の議員さんはそれなりあの立場違って信念が違っても一生懸命やってらっしゃる方いらっしゃいますので、まあ、そういう方々とは別にあの憎しみ合う関係でも何でもないから、それでまああの西田先生のあれであの今日は伺って、なかなか垣根の高い番組でございますけども私自身は別に本書かせていただきましたけど、学者でもなければあの研究者でもなかったんです。あの現場の労働運動、しかも建設の労働運動ですから一番泥臭い運動をやってたんです。でたまたまあの国会に来たのが2001年でございまして、その時にあの小泉内閣が発足して、竹中さんが経済の舵取りをやるという時期でございまして、予算委員会財政金融委員会というのはもう嫌がおうでも竹中さんとやらざるを得ない立場になって、それであの構造改革論、当時はもう民主党の皆さんは大賛成で、自民党の中でもまあ7割方仕方ないいいんじゃないかと、で3割ぐらいがどうかなというような状況で、国民もほとんど支持と、圧倒的支持という時でしたけど、私はでもうさんくさいなと、この構造改革論というのはということで、まあいろいろ調べて、竹中さんと50何回多分国会議員で一番私が論戦したと思いますが、その中でいろんなことが分かった。まあとにかく嘘800なんですよ、うん、特に大企業の国際競争力を高めて、彼らが世界で稼いできてくれて、そのお金が日本に戻れば巡り巡って日本経済も国民の暮らしが良くなると、まあ、トリクルダウン論、うん、当時はあのダム論とか、これがあの誠しやかにいたんですね、うん、そんなわけないだろうと、うん、大企業の国際競争力というのは結局負担を軽くしてあげることだと、税の負担と人件費の負担と、社会保障の負担を軽くしてあげる、日本の場合はそれ全部国民幸せがいくわけですね、こんなことやって国民の暮らしが良くなるわけじゃないんじゃないかということを言ってましたけど、まさに良くならなかったわけですね。竹中さんはよくあのマーケットに聞くべきだと、市場が判断すると言ったんですよ、うん、でこれ何なんだと、僕らあのよく難しくて分かりませんけど、何言ってんだあんたはと、で市場って何なのかと、ただいかにもこの神の見えざる手があるかのように自動調整してくれるんだろうね、ところがですね、その市場というのはですね、何のこっちゃなくって、まあ平たく言えば投資家ですよね、で投資家の中にはもちろん日本経済の支えるあの、まあ、あのいい投資家もたくさんいらっしゃいますけど、うん、今はもうこのマネーが膨張しちゃって、ほとんどはとりあえずの利材を求める短期で利材を稼ぐ投機マネーですよね、こんなものの声聞いてどうするんだと、こんなものの声聞いたら会社の在り方から労働の在り方から人々の暮らしから全部壊されるじゃないかということを思って、まあ、この2つの点で、まあ、とんでもない嘘800のこと言うなと思って、うん、市場の声っていうのは実際上あれですもんね、今投機家とおっしゃったけど、もっと弱く言ったってそう、所詮株主の声ですよね、はい、しかも株主、例えば、ね、経営者とか消費者でしたらね、企業の実態っていうのかな、例えば今ね収益率高いけどこんな状態では5年後やばいなとかね、そういうことを実態で少々分かってる、けど株主っていうのはね、それこそ
ね、所有と経営の分離という昔の古い時代以来ね、うん、株主というのは経営の実態を知らないから、うん、非常に今現在ただいまのあれですよね、短期的な現象ね、そうなんですよ、なんか株価が上がってるぞと、そうなんですよ、それでバッと買うね、あれ下がったらバッと売るっていうね、経営ってのはいつも長期的な判断ですよね、ましてや巨大な設備投資を必要とする時代ではね、とか市場の声っていうのは今おっしゃったようにあれですけど、投機もうそもそも短期的なことしか考えられないから当然こう投機化するわけですよね、投機といったってほとんど博打ですよね、市場の声というまことしやかに言って、ついでまで言うとこれも相当怪しいですからね、国民の声です、世論の声もですね、セロンの声だってほんのちょっとした気分でね、政府は小さい方がいいと、規制は撤廃だと言われたら、そうかこれで自由になれるのかって気分で動いて、それでいわゆるその社会格差がどんどん増えた。冷戦終わってバブルが終わって、うん、その時から一挙にこのアメリカナイズされる形で、まあ、グローバリズムという形で受け入れされてきましたよね。だからそこをもう少しあの議論をね、うん、あの徹底してしなきゃならないんですけど、まだ整理がついてませんよね、うん、でついてない中で、民主党政権 5% 法人税下げるとか言ってるんですよね、うん、で自民党の中に賛成している方がいるかもしれないけれども、うん、僕は全く反対なんですよ ね、うん、でそれも同じなんです理由はつまりあの今ね7割赤字なんですよ、うん、それで払ってる企業は要するに大企業、輸出関連の企業たくさん払ってますがね、雇用を支えてるのはあの中小企業でしょ。だから雇用を支える方の本当の内需を拡大していこうと思ったら雇用をしっかりあの支えなきゃいけないんだけども、その方々には何の論点もないんですよ ね、 でしかも大企業で 5% 下げちゃうとですよ、それがあの内需の拡大のために工場を建てるとかですね、してくれればいいけれども、大門さんおっしゃったようにそれは海外に投資しちゃいますからね、結局はあの国民 の、 あの財産減ってくるものをですね海外にまあ渡すみたいな話でね、全くバカなことを考えてるんですよね。もう一度繰り返すと減税分が海外に行っちゃうと、そうなっちゃうし、それと自民党税調なんかでも言ってるんですけれども、要は内部留保がむちゃくちゃ増えてるんですよ。これはまた共産党同じようなこと言って恐縮ですが、結局ねだからそれをあの内あの国内で投資もしないし給料も上げてない、給料を下げることによって国際協力をつけるって話してるから、ますます消費が少なくなってるんですよね。だから本当は税金をね内部留保の分を取ってでも、取った分を政府が積極的に雇用を作るためにさまざまな事業のために使ったらいいんですけどもね、もう少しそういうしっかりした議論をしてもらわないと、雰囲気で言ってるんです ね、 そうですね、何か民間に渡したら良くなるんじゃないかというね、これ思い込みで、これはあの昭和の時代は良かったかもしれないけれども、隣に中国のような国ができてですよ、日本はこ の、 あの要するに成長力が低くなった国と、隣にあれ中国のような成長力の高い国があるとですよ、規制しなければどんどん富が海外に出ちゃうんですよね。これはだからそこをやっぱりきっちり国民説明をして、そのためには国がまず税金を取ってそれで再配分していくという方がね大事だと思うんですが、どうでしょう。共産党ってのは別にあのすぐ大企業から金取るとか税金取るとか、だから大企業憎いのかと、潰そうと思ってるのかという誤解されがちなんですけど、そういうこと言ってるわけじゃなくって、あの世界の国々をこう比べてみますと、それなりに例えば社会保障だってみんなで負担するのが当たり前ですよね。企業も国民もみんなで負担するわけですよね。原則としてやっぱり応能負担とか、あるいは企業の雇用者に対する責任、その上での社会保障に対する責任とか、これ原則があるんですけど、日本はその原則からするとあまりにも大きな企業が負担が軽く逃げていると、だからもうちょっと負担してもらうべきだということですね。でそれが特にあの内部留保としてたまってますし、その内部留保はあの銀行に預けておいても利息つきませんから、巡り巡ってさっきの世界中の投機マネーに加わっちゃうわけですよね。今大門さんがねちらっとおっしゃったその応能ね、普通まあ能力説とも言いますけどね、まあ税負担っていうかな、国家に対する負担をね、能力に応じてってことは、いわゆる累進課税、金持ちはね、あるいは金持ちの企業は多めに払えと、貧乏人は少なめでいいというね、応能説ですね、そうです。それに対して応益っていうのは国家からっていうか政府から利益をね、利益を受けたら利益分だけ払えばいいんだと、そうすると厄介なことになるんですよ。金持ちたちはね、別にあんまりね
あんまり国家の世話にならなくても暮らせるんですよ。例えば新幹線乗らなくたってアメリカで言えば自家用の飛行機を持ってるよね、自分で行けると。そして金持ちはほんのわずかしか貿易ね、国家全体の利益を払わなくていいと。貧乏人たちは僕のようなのは結構ね、政府のお世話になって国家のね道路をね、とことこ歩くとかね、それをね、やっぱりアメリカ流の個人主義、自由主義っていうのは徹底的にこっちを取ろうとするんですよね。でアメリカももともとは中間層がものすごくたくさんいましたよね、やっぱりフォードが立派だったのは大量生産してその時にたくさんのですね雇用してそれをたくさんの給料払ったんですよね。それで中間層ができて、まあ、消費が増えてと、資本主義が充実してきたんですけども、それを今度はですね自ら首を絞めることを過当な競争をやりすぎてですねなってまして、今中間層がいなくなってきてますよね。だから日本も今そういう状況になりつつあるんですよね。やっぱそこはちょっとアメリカの例をですね、良きこの他団の意思としてですね、やっぱり日本の中ではそうならないようにしなければならないと、貿易原則、利益を受けた分だけ払えばいいんだという、これがね今の財界経済界をね随分得してるどころか、財界人はね恥も外部もなく、日本のマスメディアがよく経団連会長の記者会見とかってみんな行くんですね。必ず NHK その他のニュースのねトップアタリになって聞いてたら、自分の企業とかせいぜい自分の産業のことを国家の政策に要求しているというね、とんでもないとんでもない貿易原則がまかり取ってる。昔経団連の方といいますとね、例えば東京電力とか新日鉄とかですよ、そういう国内の基幹産業の元になるものを作っておられる方々が、代表でしたですよね。だから彼らの意見はまさに日本の国益と合致する部分がですね、高かったと思うんですけど、今もうグローバル企業ですからね、企業の利益が大きくなっても日本の利益になるかどうかは別なんですよね。これはそうね、経済団体のねエグゼクティブたちが、その出身母体を調べたら、例えばですサービス業とか、サービス業バカにして言ってるんじゃなくてね、簡単に言ったらでしょ、軽症タンパクね、これ別に政治のことじゃなくて、なんか国家のとっての存在としてね、非常に上積み益的なですね、いつ滅びても大して国民の運命には関係ないような、そういう産業でとりあえず投機的その他で大儲けしてるような、そういうところのエグゼクティブたちが結構財界の親分子になってる。新自由主義という言い方は間違ってんじゃないかと実は思ってるんですよ。新がつくわけですから、もともとの自由主義があったんだと思うんですけどね、それは昔の18世紀19世紀頃の国家主導の絶対王政 の、 王様がいる時の資本主義を育てる時に、最初は受賞主義でやったと。で市民層がこう育ってくると、で個人の自由も思想として育ってくると。その中でも国が個人の経済活動に口を出すなと、介入するなと、もっと自由にやらせろと、規制緩和しろと、政府は小さな方がいいんだと、その頃あったわけですよね。で今はお話出たように、大きな企業がもう独占過剰資本が自分たちが自由に動くための新自由主義で、いかにも新自由主義というと、リバタリアン宣言とか、いうちょっと愚かな方々がいるけども、個人の自由じゃなくって、その大きな企業の経済活動、もっと儲けの自由を保障しろという自由なんですよね。そうですね、旧自由主義って言葉はないんですけど、18、19世紀の、自由主義はどっかその王様とおっしゃったか、ある種の先制的な、ね、政府のこう介入があるという前提で、これは余計だと。これからいかにこうエマンシペイと解放されるか。ですからですもんね、リバティっていうけど、リベレーションっていうと解放っていう意味ですもんね。それは先生からの解放なんですね。しかもそれのみならず、その時にね、先生から解放される側もね、旧自由主義の場合は18、19世紀に市民と言われてたのは、ある程度常識ある人々ですよね。たま簡単に言うと、自分の国家とか、例えばコミュニティ共同体を守る常識とかね、常識ってものがあって、常識の範囲のことをですね自由にやろうぜっていうね。ところが今新自由主義、このリバタリアンとおっしゃったのは、簡単に言ったらですね、法自由主義者ですよね。したい放題をやんなさいっていうのがリバタリアンで、この場の新自由主義っていうのはもう
目立って先制的な抑圧も介入もないのにね、まだ何かこうちっぽけでもいいけども何か残ってると規制がね、これも嫌だという、法縦法律を小さな政府論とかなんかで自己正当化しながらするのがリバタリアンですね。市場競争をね、完全自由化すればいいという議論をよく考えてみると、完全自由化したら勝つのは誰かというと、今強い人が勝つんですよ。今の勝者が勝っていくんですよ。いろんな人が立ち代わりこう競争していろんな人が勝っていく社会とは違うことをね、言ってるにもかかわらず市場競争原理主義みたいなことが言われてるわけですね。仮にね、なんか甚だしい、いわゆるイノベーションっていうのかな、技術だ価値観だね、国際関係だ軍隊、そういうイノベーションが起こらない、同じことがね、大概あんまり変化の起こらない状態を繰り返しているとですね、家貧しゅうして公私いずでね、自分は今力ないけども、やっぱり力がない、力って金がないけども、金のない人間に限ってまあ頑張るわけですよね。金持ちの息子たちはもうね、なんて楽して暮らせますからね、あんまり頑張らないうちに、簡単に言うと貧乏人の子供は能力がだんだん成長してくると、金持ちの息子はね、能力が少しずつ衰えてくると、そして能力がある程度均等化しますからね、という前提がある。でも今の要因ですね、次々と新しいことが起こってくるとなると、今大門さんおっしゃったように、現在ただいま勝ったやつしか生きれない、もしくはいいポジションにつけないっていうね、で負けた側はどんどん能力を失っていくという、それがいわゆる社会格差の根本の原因ですよね。そうそうそう、人間の欲望を解放してですよ、で需要と供給のバランスでそれぞれ共通し合っていくと社会良くなるんだという、まあ、思い込みになってるんですよね。ところが実際にはそうじゃなくて、人間の欲望というのはですね、節度を超えてしまった欲望というのはもう貪欲でしかないんで、結局それは今おっしゃったように、もうとにかく全部取ってしまう、勝ち組をですね認めてしまうことになってしまうと、社会がやっぱりおかしくなりますよね。自由という日本語はなかなか良くて、フリーダムとかリバティよりもいいのはですね、訳語として自由の由ね、これはですね、理由の由ですよね、あるいは分けって言うんでしょうかね、分けがあると。そうしましたらね、他の言葉で言うと、この自由の由っていうのは、まあ古い言葉かもしれないけど、一種のなんていうか道理って言うんでしょうかね、自分の要求してること、やりたいことは道理があるんだと、道理のあることはね、自由にやらせてくれということですよね。問題がそうだとしたら、道理がどこから来るかってことでね。一方で共産党とですね、保守派の僕は若干ずれるのかもしれないけども、やっぱりまともな人間ならば、まともに考えるような道理ね、これをですね、実現する自由にとどめてくれと。昨日ちょっとそんな気分になりたかったから裸になってみたとかですね、そんな自由で困るぜっていうね、やっぱりあれですよね、ということが根本にあるんでしょうね。18世紀から19世紀の最初の自由、最初のというか旧といいますか、その自由主義は、アダム・スミスなんかも同感という概念があって、人間の自由というのは人の自由を犯さないことを前提とした自由だったのがあるわけですよね。ただ何でもかんでもやってみいいという意味じゃないんですよね。今ダムさんおっしゃったね、アダム・スミスはこの国富論を書く前に道徳上層論を書いてて、そこで強調したのはシンパシー、このパシーってのは感情ですよね。信者にもおっしゃったように、共にする、同じくするっていうんですね。人々はね、やっぱりある根本感情を共有しているというね、前提でのその市場の交換だという。今人々のそういう同感というか共有感情というものがどんどん失われていく。そこでの自由、自由のマーケティズムっていうのは、それは言葉は汚いけどね、竹中平蔵みたいな人間を大量発生させる、構造改革の失敗を分かってながらですよ、どうして自由貿易 TPP って来たら自由だからいいんじゃないのなんてことが、今自民党って何割なの、あれ。いや、もう自民党ほとんどいないと思いますよ、ね、俺は中野さんのこの前の講義も TPP 賛成ってことでしょ。いや反対の方がほとんどでしょ。あ、本当、まあ、それはただ賛成はね、違う理由で言ってるんですよね。結局アメリカとの関係で安全保障を強化するのにですね、いいじゃないかという話で、そう、まあ、これはちょっとね違うんですね、話が。ともかくそろそろですね、新自由主義という、これ経済だけじゃないですよね、そのあたりの社会生活にまで広がっているこのたわごとをですね、どっかで、成敗してくれと、秋山さん頼みますよ、はい、来年成敗してありがとうございます、ね、クリスマスですから、それぐらいのことを確認しながら、
アーメンっていうのクリスチャン教アーメン、そうクリスチャン教からかっちゃいけないな。この番組は高旬のエバーライフの提供でお送りしました。今日はあの共産党の大門美樹さんをお呼びして新自由主義という戯言について論点をいくつか整理させていただきました。次の回新年に入りますけれどもですね、やはり同じメンバーでですね、普通の意味で本当の4人とも自由主義者であって、まっとうな自由ならば断固としてですね追求したいということでありますが、信念にはですねまっとうな自由に基づいて一体どんなですね国会になるのがいいのかというですね、本当の自由な国家論について、来年正月に語らせていただきます。お待ちください。